中のアフリカが来たらですね、もう相当大きなのですね、それなりに。これは多分飛行機ですよね。僕の大学より行くので、飛行機の空間ですからね。空間は、まず、目当てをしないと。予定の時刻となりましたので、ただいまより戦没した戦闘カーリンの資料館の慰霊式典を始めさせていただきます。本日はご多忙の中、多数の関係者の皆様方にご臨席を賜り、誠にありがとうございます。私は本日の執行役を務めます、全日本海援組合関西長宿の与助でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに資料館を代表いたしまして、館長の鴨頭明人関西長宿長よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。ご紹介いただきました、関西長宿長、鴨頭明人ですね。戦没した船と海軍資料館館長の鴨頭でございます。平成28年度戦没の戦意式典にあたりまして、一番ご挨拶申し上げたいと。太平洋戦争で犠牲になられました船員の誇りでございます。資料館を支えるこの会の関係諸氏の申し訳しており、また本邦より本日の式典にご臨席を賜りまして、心より感謝を申し上げます。終戦から71年を経た今年も、多くの皆様と共に戦没船員で式典をすることができました。当会館は開設今年で16年を迎えております。平成より皆様よりお伝えをお届けしていることを改めて御礼申し上げたいと思います。会館運営につきましては毎年ご紹介しておりますけれども、4名のボランティアスタッフにおいてですね、皆様から出されました貴重な資料をもとに、大感謝に対して後世に伝えるよう皆さんと努力しているところでございます。昨年は那須利太郎氏の銅像2階からですね、ご隣接したご案内をしましたが、その後2階の方にも新たな資料を展示して、内容をですねより一層分かりやすいように展示しております。当会館にはですね、毎年若年が訪れる数が増えております。先の大戦で10代という大きさで生き玉となった若者を含めてですね、4万4名の民間船員が犠牲となりまして、2500隻にも及ぶ商船が壊滅されました。この悲惨であった事実を後世に伝えつつ、二度と参加を繰り返さないとの輪が広がっている実感を覚えているところでございます。結びになりますけれども、今日の今日の海洋国家日本として平和と繁栄を享受できているのは、戦没された先輩諸兄の船員の方々の行動犠牲の上にあることを決して忘れることなく、ここに改めましてご臨席を賜りますと共に、戦没した多くの船員の方々に深く哀悼の誠を捧げるとともにですね、この2曲の資料館の現実でありますけれども、安らかに眠れ我が友よ、波静かなれ星にを述べて大式なバッテの式辞といたします。平成28年8月17日に戦没した船と会員の資料館長、鴨頭です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、主催者を代表いたしまして、全日本会員組合の堀田康美組合長よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。本日は
忙しい中、またお忘れ中、戦没船員慰霊式典にご臨席を賜りまして、誠にありがとうございます。私は全日本海員組合長の森忠也でございます。被災者を代表して一言ご挨拶申し上げます。まず冒頭、先の大戦で無念にもお亡くなりになられた先輩諸家6万609名の御霊に対しまして、謹んで哀悼の誠を捧げたいと思います。本組合は、戦後間もない昭和20年10月5日、ここ神戸で再結成して以来、一貫して海の安全、平和、そして世界の平和を希求してまいりました。71回の目の終戦の日である本日、戦没された先輩たちの御霊の前で、改めて海員無線の誓いを皆様方と共に確認したいと存じます。我々船員は、先の大戦を決して忘れず、もう二度と国家の徴用や類似する要請によって危険な場所には赴かない。我々全日本海員組合は、このことをしっかりと心に刻み、活動を展開してまいります。本年1月、防衛省が民間船員を予備自衛官を、さらには予備自衛官として活用する方針であることが報道されました。本組合は、直ちに防衛省、国交省をはじめとする関係官庁、並びに政府与党をはじめとする各政党に対し、我々は船員の知らないところで民間船員を予備自衛官補とすることは事実上の徴兵であり、単位で容認できない。そして断固反対と政策の撤回を申し入れるとともに、声明を発表し、緊急記者会見を行いました。以降、本支部連携したさまざまな活動によりまして、現在我々の仲間が予備自衛官法や予備自衛官として民間船舶に乗船しておりませんが、今後も引き続きしっかりとチェックをしてまいりたいと思います。さて、昨年は観音崎で開催された戦没殉職船員追悼式には、天皇皇后両陛下のご信任を賜り、そしてまた天皇陛下より昨年の天皇誕生日のお言葉の中で殉職船員について触れられました。我々船員関係者にとって大変光栄なことであります。本年の旗開きでもご紹介させていただきましたが、本日改めて抜粋を読み上げさせていただき、皆さんと共有したいと思います。読みます。今年は先の大戦が終結して70年という節目の年になります。この戦争においては軍人以外の人々も含め、誠に多くの人命が失われました。平和であったならば、社会のさまざまな分野で有意義な人生を送ったであろう人々が命を失ったわけであり、このことを考えると非常に心が痛みます。軍人以外に戦争によって生命に関わる大きな犠牲を払った人々として、民間の船の船員があります。将来は外国航路の船員になることを夢見た人々が民間の船を徴用して、軍人や軍用物資などを乗せる輸送船の船員として働き、敵の攻撃によって命を失いました。日本は海に囲まれ、海運国として発展していました。私も小さい時、船の絵描きを見て楽しんだことがありますが、空の船は病院船として残った氷川丸以外は、ほとんど海に沈んだということを後に知りました。制空権がなく、輸送船を守るべき軍艦などもない状況下でも、輸送業務に携わらなければならなかった船員の気持ちを本当に痛ましく思います。今年の6月には第45回戦没殉職船員追悼式が神奈川県の戦没船員の日の前で行われ、亡くなった船員のことを思い強化しました。戦没した
宮内庁下院の資料館は開設から16年を迎えます。これまでの関係者の皆様の活動に 改めて敬意を表するものであります。戦争を知らない世代が大半となり、戦争を体験された方々が少なくなりつつある中で、この資料館の役割はますます重要となってまいります。先輩諸君への御霊の追悼とともに、本日私たちが享受する平和と繁栄が多くの尊い犠牲にあることを思い返す場所として、さらには戦争の悲惨さを後世に伝え、平和の大切さを訴える貴重な場所として、本資料館がさらに充実発展するため、全日本海軍は引き続き精一杯支援してまいります。最後になりますが、ご参集いただいた皆様のますますのご健勝を記念いたしまして、ご挨拶といたします。本日は大変ご苦労様でした。ありがとうございました。ここで黙祷を捧げるわけなんですけども、少し時間がございますので、しばらくお待ちください。それでは12時を気にして、組合長の発言により殉職されました御霊に黙祷を捧げたいと思います。じゃあよろしくお願いします。ただいま発言書を受けくれましたのは、全日本海軍内艦隊長州の船越博士主将でした。